大豆、トウモロコシ、ベー等で作られたベジーバーガーベジーバーガーは原材料として肉を含まないパティを用いたハンバーガーである。通常は野菜、豆腐、ナッツ、キノコ、大豆、小麦、卵などから作られる。2005年4月からアメリカ合衆国のバーガーキングや系列のハングリージャックスでベジーバーガーがメニューに加わった。また一部のサブウェイや ハードロックカフェ等でも売られている。典型的なベジタリアンの食事。ベジーバーガーとフライドポテトとサラダ。インドのように菜食主義が広がっている地域では、マクドナルドやケンタッキーフライドチキンでもベジーバーガーが供される。肉を使っていないハンバーガーは、世界中のスーパーマーケットで扱われ、簡易な調理ができるものも売られている。ベジーバーガーという名前は、 おそらく1982年にロンドンでグレゴリー・サムがベジバーガーと呼んだのが始まりである。グレゴリーと兄のクレイグは1960年代からパディントンで自然食レストランを営んでいた。サウサンプトンのカルフールでは創業から3週間で2000食のベジーバーガーを販売した。日本語でベジーバーガーまたはベジバーガーと表記されることもある。ありがとうございます。